1号艇で登場の古月博史選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やりました1号艇。はい、続いてます、ね、まあまあ道中もしっかり頑張ったんでねそうですね、はい、しっかり抜かれないように走りました、はい。コンテストここまでね、この足どうでしょうかね。いい時よりちょっと回転が上がりだしているので、うん、ちょっとターンのグリップがいまいちなところが直したい課題ですね、うん、今日の。昨日の準優勝戦もそんな感じだった。そうですね、ちょっと予想してペラ調整したつもりだったんですけど、回転の方がまだ予想より回ってたので、でもその分行き足とかターンから直線に向いてはすごく良かったので、まあその部分で勝てた感じはします。じゃあ今日の作業は少しプロペラ煮詰めていくような感じですかね。そうですね、その行き足を、殺さないように、ちゃんとターングリップするようにしたいと思います。はい、スタートなんですけど、ちょっとね風向き不安定な日も多かったんですけど、どうですか。多分今日も向かいの感じなので、心を強く、スタートに対して向かいたいと思います、ね。まあ、1号艇ですけどね、外枠にはちょっと動きのありそうな感じなんですけども、はい、そこはね地元の陰線、はい、そうですね、陰は死守しようと思います。はい、それではもう一言ファンの方に意気込みお願いします。はい、精一杯優勝目指して走ります。応援よろしくお願いします。